今めっちゃ言葉について話しましたけど、言葉以外だと何かあります？芸術で見てる、見る、見る、聞くとか。歩いてる時の周りの音は好き。あの本当に好みの話です、うん、歩くのが好きで、名前がカホなんだけど、花と歩くで歩くが入ってて、なんかちっちゃい子からずっと歩くのが好きで、なんか駅から家まで歩くのがめっちゃ好きなんだけど、その時に聞こう、なんか最近はよくイヤホンをしちゃうからよくないなと思うんだけど、雨が降ってたら雨音がするし、足の靴の音とか、あとなんか木がめっちゃ田舎なんで木がいっぱいあるから香りも違うし、音、うん、一番身近な好きな音は歩いてる時の音。なんか僕すごい、なんか小学校の頃かな、印象に残ってるじゃないですけど、そういう景色、夜のバイパスの景色があるとかすごい頭に入るんですけど、なんかバイパスってなんか昼間すっごい車通るじゃないですか、うん、だから当然道幅も広くて、もうなんか何十人横になっても埋まらないような広さがあるとこなんですけど、夜に行くと明かりがポン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 って並んでて、車も人も全然いない、なんかすごい世界に自分一人しかいないんじゃないかみたいな感じの景色になってて、で結構そういうところ歩くのが好きなんですよ。でその時々聞こえてくるその環境音、なんか例えば救急車の音とか電車の音とか車の走る音とか、そういうのを聞いて、でなんか風に当たったりしながらっていうのがすごい好き で、なんか音楽とかもそういうなんか夜の景色に合いそうなのを好んで聞いてるんですね、結構無意識に、うん、っていうのは、うん、好み、そうです、好みですけど、うん、あります。バイパス、え、初めて行ったのとかってなんかきっかけとかあるの？いや、なんかあの小さい頃通院してたんですよ、結構大きめの病院、総合病院で、そこがあのバイパス沿いの病院で、あとで、その記憶はまあその記憶としてあったんですけど、後になってなんかそういう、なんだろう、暗めじゃないですけど、暗めのメロディーの音楽とか聴いた時に、なんかこの曲合いそうな景色あったよな、あ、夜のバイパスだみたいな感じになって、音楽から景色が浮か、うん、思い出されるってこと、はい、なんかその曲の雰囲気あるじゃないですか、うんうん、その曲の雰囲気と似てるものなんかあったなって思い返してみたら、ああ、あの時見た夜の景色だみたいな、リンクするんだ、リンクして見てて、すごい。でも俺はどっちかっていうと景色とかを意識して見ない方なんですよ。友達とかと歩いてて、今誰誰いたよねって言われても、いやいないけどみたいな。そこまで言う？だって俺見てないもん。あ、だけど本当はいたんだと思うんだけど、なんかね、その 空気感さ、例えばすれ違うとかってさ、そのまあただ歩いてるだけ、歩いてる景色、うん、だからそれをこうなんかね、意識してみるあれがないから、なんかむしろこうなんかふわっと捉えるのが、うんうんうん、好きで、好きっていうか、なんかそれができる、それしかできないみたいな感じで、あ、今楽しそう、なんかしんみりしてるみたいな、なんかそういう感じ、全体を俯瞰的に、うん、空気感的に捉える。あ、そう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 、だから、うん、なんか細かいところまであんま目いかないんだけど、そうだから、うん、見る聞くで言うと人の話がすごい好きで、俺喋るのが好きだから、うん、なんか、あ、今楽しい話してるなとかさ、なんか、うん、そういろんな話を聞くのがいいなって思ってて、うん、話ね。そう、喋ってるのが、人と喋ってる時がすごい好きなんだよね、うん、それもだから多分雰囲気で捉えてるのかもしれないけど、うんうん、なんか話ってこう、まあ、テーマがあってさ、まあ、今もさ、なんか芸術ってテーマがあるけど、なんか
と一個話したい話があってみたいなあるんだけど、でもなんかこうそこにたどり着くまでのさ、こう道順がこうあるじゃん、うん、なんかそれをね考えるのがねすごい好きなんだよね。本題までの道順、本題っていうかどう落ちようつけようみたいな全部がコント、ことを考えちゃう、どこでピーク持ってこようかなみたいな、すごい考えちゃうんだよね。だからその空気を作っていくわけよ、喋るはずするときにさ。いきなりさなんかさ、この前食ったなんとかが美味しかったんだよねって言っちゃったら終わりじゃん、終わっちゃうじゃん。じゃなくてなんかこうそこに行くまでにさ、いやこの前さみたいな話始めたしからね、こうなんかあって、いやでそこで買ったあれがみたいな、なんかそう空気感だね本当に。そうだね、てかそう、それでしか見れない気がしちゃうな。違うって楽しいなこれ、うん、すごい。だって そこで買ったなんとかが美味しかったってなるまでに相手の頭の中に多分その風景だったり、うん、そのそれまでその人が歩んできた道のりがあってのそこが来るから、そうなんかその額縁の中の絵が全部埋まってオチが来るから面白いんだろうね、うん、そうかも、確かに。そうだから相手の人にも同じことを体験してほしいから、だからこう、なんかね、1から言っちゃうね、いつも。なんかちょっと話長くなっちゃう。なるほどね。そう。めっちゃいいね、それ。なんか、ハッセイ先輩の話おもろいなって思ってたんですよ。エピソードトークがおもろいよ。逐一、うん。それね、それ俺の国機関にね、こう。引きずり込まれてる。っていう可能性あるよ。気をつけて。話し始めた瞬間に長谷先輩の前に可能性あるよ。あ、そうなんだ。なんか全然なんか会話をそんな感じで捉えたことがなかった。なんか、まあ、好きだから、喋るのが好きだから。そう、いろんな人の話聞くのが好きだからさ。まあ、結構いつも直球で聞きますね。なんか、何々したのみたいな。だから僕の場合オチがつかないんですよ、悲しみで。あ、なるほどね。話がオチがつかなくて、なんでって、いやそれだけだけど。あ、めっちゃわかるな。なんかその10分先を見越してる、5分先か、うん、5分先を見て歩いてるんだろうね。あ、それが、うん、5分先の空気感を作るためにここから。うわー、すごっ。なんか特殊能力みたいな特殊能力じゃない5分先の未来を予知してそれで言うと俺はだから夜のバイパスに意識したことはないから意識したことはないので、そうだってバイパスが一人きりになるのって瞬間だもんね。長いこういう時じゃなくてこの瞬間って。自分めっちゃ多分その瞬間に対しての執着がすごいのかもしれない。刹那的だからなんか音楽とかでもこうサビに行くまでの盛り上がりあるじゃないですか。で盛り上がりに到達した瞬間のここをすごい気に入ったりして、本当にまさにその瞬間全体っていうよりかはなんかその瞬間に行くためのこの過程をすごい楽しんで瞬間でぶち上がるみたいなだったりとか、あとめっちゃ過去振り返るんですよ、うん、なんか昔あんまだったなみたいな、今はあみたいな感じだったそうめちゃくちゃ過去の瞬間に執着してる可能性があります。写真派と動画派って感じだね。ああ考え方面白い。森木先輩どっちですか、写真動画とかどっちでもないと思います。ライブ今いやでもすごいな、先のことはそんなに考えていないの。なんか今見えてる未来って多分私明日ぐらいのことをギリ考えてるかどうかで、あとは飛んで10年後とかを考えるの好きだから、あ、何がいいんだろうな、瞬間、うん、なんかその感じだと別にその瞬間で終わりってわけじゃなくて未来があっての今この瞬間みたいな。
そう、やっぱその未来とこの瞬間も言うてつながってないっていうこのチューブラリンな感じ、なんかボコッと抜けてる、そうそうそう、それこそライブじゃないですか、ライブですかね、ライブか、今はまさか、うん、スライドショーか、あ上手こんなに、いやなんかそう感性は多分違うんだろうなって思ってたけど、こんなに違うとはって感じそうね、本当に面白い、でもこのなんか違う人たちが同じ舞台を見て、でその感想も多分違うから、それが面白そう、空気感で捉えるのがうまいのと、ここのシーン良かったよねって多分熱弁するでしょなんか青杉の劇でなんかいる、いやでも見てるのがあんまないか、そう見てるのはないですけど、でも第5回で言ったら、うんうん、大友のあのハイルとアズサが手を取るシーン、うんうん、あそこは多分もうなんだろう、全てのピークなんか、いやだから個人的ですけど、なんかそのアズサが生身を捨ててレプリカントになって、でハイネは運命から脱して、その二人がお互いに何かを、まあ、捨てるっていう言い方はちょっとマイナスですけど、何かから脱した二人が手を取って新しい未来に進んでいくっていう、そのそこの瞬間な気がしてて、だからなんかすごい本番で見てても多分そこのシーンで泣きそうになったんですよ。うわめっちゃいいシーンだみたいな感じになって、うんうん、だからその青崎はそこですね。逆に八瀬先輩の感覚だとこれがいいっていうのはあるんですか。なんだろうな、なんか捉えようのないやつめっちゃ多いなって思ってて、その空気感取りづらって、特に大友は、うん、なんかこれわかんねえって思ってそう、まあ大友つながりですね、うん、そう大友はなんかね全然わかんなかった、難しかったんだよね、うん、でもさ難しかったけど、でもなんかうわいい感じだわとは思うのよ、まあだからよくよく見たら多分そうなんだと思うんだよね、金ちゃんみたいにそんなね、あのなんかあの手をつなぐシーンがみたいなのはね、そう俺はねなんかね、いやそれもね確かにめちゃめちゃいいよね、めちゃめちゃいいけど、俺一人じゃ多分そこまでいかない気がするので、今聞いてて思ったけど、今で未来で、私は多分今あるものの中に過去を見るのが好きなんだなって思った、うん、なんか想像するとか、そう例えば今一番頭に残ってるのは、あの美術館に行くのが好きなんだけど、美術館で陶器の器みたいなやつがあって、でそれを見た時に、あこれを作った人がいるんだなっていうのがあって、もしかしたらこれでご飯を食べた人がいるのかもしれないなっていうところから、それでご飯を食べた人でも、そこの地域って紛争というか争いが絶えなかった地域だから、もしかしたらその人は何だろう、兵士とかかもしれなくて、その人が置いて逃げたのかもしれないなみたいな、そういうのを見るのが好きなんだろうなと思って、なんかこの夏にイギリスに行ったんだけど、イギリスに行って泣きそうになったのが2回だけあって、それはその天井画を見た時が1回と、普通に絵画を見た時は1回なんだけど、天井画を見た時はもう本当によく分からずに泣きそうになったんだけど、絵画を見た時はその絵画が絶望の跡か希望の跡かが分からなくて、それでもどっちも素敵だなと思って泣きそうになったのを思い出したのと、あとはシェイプレスの時にエマのネタバレ、まあ、めっちゃいいセリフがあるんですよあの本番終わる前から5分前ぐらいのところ で私はその時受付だったからギリギリのところで行って、でもそのエマのセリフだけで泣けるのね。なんでかというと、そのエマのそのセリフの裏にはあのストーリーがあるって知ってるから、だから今の何かに対しての過去を感じて感動するんだと思う。こういうことなんだだからここにいる全員は違いすぎて、はい、それないな、なんかそれないな、瞬間的には僕もちょっとあるんですけど、そんなに深くまでいかない、うん、そこまではないな。それこそだから陶器に関してもなんか僕は多分見たら、うん、あ
昔の人が使ってたんだってなって、そこで終わりなんです、そこで終わりなんですけど、さらにもっと深くいくっていう、そこもいけないな、そこまでは。だって私だってあなたの瞬間的なここがっていうのはできないし、あのハセみたいに未来予知能力はないので。そんな予知してるかな。吹奏楽かもしれない。吹奏楽って本番があるんですよ、コンクール。この間の土日がそれこそ全日本だったんだけど、吹奏楽に与えられたのって7分とか5分しかない、その1曲を1回だけしか演奏できないんだけど、その1回の演奏の裏にはめちゃくちゃ努力してるのよ。そのフレーズを何回も繰り返すだとか、先生に怒られて全員出ていけって言われるみたいなのがあって、だけど勝負できるのはその一瞬、一瞬の7分間の舞台だけっていうのをずっと見てきたから、その舞台を見て、あ、ここのフレーズ練習したんやろうなとか、ここ、なんだろう、ここ合ってるなみたいなやつの裏に練習を感じるのかもしれない。なるほどね。いや、まあそれは うん、あるよ、全然俺もあるけど、なんかそれで、うわ、めっちゃ感動まではいかないな。で、どっちかっていうと、その演奏をして、で、その後この人が大人になった時に自分の子供とかに、昔あの吹奏楽のコンクールに出たんだよねみたいな、で、何賞取ったんだよみたいな、 こんな演奏したんだよみたいな風に思ってる方が俺は感動する。未来志向だ。僕とかだったら、なんか本当にその演奏を聴いて、で、グッてきたその一番の盛り上がりのところに、なんか全ての良さっていうか、その今その瞬間を生きてる生徒たちの、その何ですか、あの、なんだろう、素晴らしさみたいなのをその瞬間に感じて、多分感動するし。なんだこれ。全然違うな。全然違う。すごい、かすりもしないね。すごいな。だから私が感動した後に金ちゃんが感動して、その後にハセが感動したみたいなことだ。そうね。まあなんか想像はしてるじゃん、おのおの。それを聞いた上で、こう、何、いろいろ思うことがあるじゃない。でもその思う先が違うのね。その思うことが違う。たどり着く。面白い。こんなに違ったんだ。めっちゃ適当に芸術とはんで投げた会話からこんなに自分のことが分かった感じがする。すごい。なんか本当にこういうのが多分書くものとか作るものに出てくる。そう。僕が書いたグッドバイは本当にその時の僕が思ってることっていうのが反映されてるから、本当にその瞬間なんですよ。で、多分森木先輩とかが書くものはなんかそのあって、で、そこに行くまでの過程っていうのがちゃんとあって、トゥルーエンドが好きだから、想像させるやつ、だから未来は割と、あ、未来があやふやなのかってことなんですよ。確かに、まあ、あれは制作人の意見が合わなかったからあやふやな演出したんだけど。めっちゃうらじゃん。宮瀬かなとが出張するんだけど、出張した後にどうしてほしいかっていうのが違くて、私は耳が聞こえなくてもピアノをやっててほしいと思ったの。彼の世界があるから、もう聞こえなくても彼には音が聞こえるからやっていてくれと思ったんだけど、他の3人のに熱烈な反対を食らって、そんなんピアノなんてできないよって、調律師とかで生きていくんじゃないみたいな言われて、だから結論がつけられなくて、どっちだろうねにしたんだけど、で、確かに未来のことは考えてないわ。感じました。ハッセ先輩のやつはどうなるんでしょうね。ここに持っていくための劇になる。ああ、持っていくための、確かにね。うん、俺伏線回収が好きで。好きそう。伏線回収とかが好きなんだけど、最後になんか例えばなんかセリフを言うじゃないですか。で、それを聞いて、あ、そういうことだったのねみたいな、あそこでそういうことだったのねみたいなのが、うのみやにゃのが、まあ、好きなんですよ。だからそういうことなのかな。本当に違いますね。本当に違う。確かに。多分なんか同じようなの書こうとしても書けないんですよ。多分
ここだと確かに。いやなんかさ、あの同じテーマさ出してさ書きたい、それやりたい。テーマ1個出す、まあ、テーマっていうか、そうね、だからもう登場人物まで名前ぐらいまで固定して、性格とかね、そう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 、でテーマはこれですって決めて書いたらなんか違い出るかな。演劇コンクールみたいな舞台を1個設定しても多分山場の持っていき方が違う気がする。確かに、確かに悲壮第二楽章の時にベートーベンが何を思ったかみたいなセリフ書いたもん。そういえばなんか その曲を今聴いて裏でどう思ってたのかを推し量ってそれを筋に入れた記憶がある。すごっ。俺あのキャラクターにセリフ言わせる時に全部バックにそのキャラクターの思想を用意するんですよ。その思想に沿った発言をさせるんですよ。だから本当にその瞬間瞬間に出てくる自然な言葉っていうのを求めてたんですよ、あの3年の時。だからあの本当にその過去とかは見せない、だからお客さんはそのキャラクターがどういう設定かとか知らないんですけど、知らないけど出てきた言葉お客さんは聞いてるっていう、本当に僕の多分疑似体験をして、なんかバックに何があるのかとか知らないけどその瞬間に出てきたその言葉に集中してもらうみたいなことをしてたなってのに今気づきましたね。なんかその森木先輩の話聞いて、やっぱ捉え方からいくと違いが分かって面白い、ね、面白いですね。ちょうどよくそれました、ね、過去、今、未来、うんうんうん、皆さんは何型ですかっていうの、そうそうこれ聞いて考えてほしいね。いや私 また違うのが出てくる、そう、ね、確かに。なんか3次元的なさ、今だって2次元でしょ、あの時だけだから。確かに、だから確かにここら辺3次元とか4次元とかね Z 軸もありますみたいな実はなんか急になんかこう、うん、八星先輩と僕が交わるかもしれない確かに平面だと違ったけど、あここがあここがそうだね実はね、実はいい、面白い。こんな感じでございます今回は、うん、いやいや楽しかったですね。面白い。なんかまたこんな感じで話したいですね、うん、いや機会、いや脚本書きたいですね、うん、確かに揃えて脚本を書きたい、うん、やろ、うん、やりましょうこれはやろうみんな空いてる時にはい、では本日はですねここら辺でお別れしたいと思います。それでは皆さんまた今度、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。